はい、どうも、豊です。今回なんですけど、こちら、すずめの戸締まりということでね、今日はすずめの戸締まりに関するレビューをしたいと思います。厳密に言うと、すずめの戸締まりの、終映舞台挨拶に関するちょっとレビューになります。すずめの戸締まりがですね、5月の27日の昨日に、終映しまして、映画館での上映が終了しました。で、それを機にですね、5月27日の13時40分からですね、日比谷で舞台挨拶がありました。で、その舞台挨拶の、模様を僕見てきたので、ちょっとそこに関してレビューをしていきたいと思います。加えてですね、ちょっとすずめの戸締まり僕も未だレビューしたことなかったんで、ちょっと簡単にすずめの戸締まりのレビューをした後にですね、その舞台挨拶の様子っていうのを感想で述べさせていただきたいというふうに思います。では行きましょう。はい、まず簡単にすずめの戸締まりどんな映画かっていうのを話していきます。新海誠監督による劇場アニメですね。2022年の11月11日の公開から5月の25日までの196日間で観客動員数約1100万人、興行収入は147億3000万円を突破した本作ですね。海外動員数含めますと4000万人を突破しています。かなりメガヒットとなるタイトルになってます。で、あらすじ話していきたいと思います。静かな町に住む17歳のスズメは、ある日扉を探しているという旅の青年に出会います。彼を追ったスズメは山の廃墟に佇む古い扉を見つけます。やがて日本各地にある扉が開き始めて、その向こうから訪れる災いを防ぎに、スズメは扉を閉める旅に出ることになりますという感じの、あらすじになってます。で、まずですね、本作の、見どころっていうのをちょっと僕の中で2つほど定義したので、その見どころを話してから公開、舞台挨拶の、話をしていきたいと思います。はい、まず1点目なんですけど、演出がすごくやっぱり印象的でしたね。スズメってやっぱり何かを乗り越えていく姿がすごく印象的な少女だと思うんですけど、それを物語るようにですね、スズメの柵を乗り越えていくシーンがすごく印象的でしたね。映画冒頭のね、扉のある九州の廃墟に入るときに柵を飛び越えるシーンとか、あとは神戸の遊園地でもね、柵を飛び越えるシーンがあったり、東京でも中央分離帯とか橋を飛び越えるシーンがあったり、そういう風にスズメがね、何かを乗り越えていくっていうものを暗示するような演出描写がすごく多かったなというふうに思いました。あと、加えてですね、スズメが過去に立ち戻れる人間であるよっていうのを示唆する描写もすごく多かったですね。例えば、ソータに初めて会って、でもソータのことがちょっと気になって、ソータの後を追って廃墟に行ってみるとかね、そういうふうにソータのところに戻ってみるとか、あとは自分の嫌な記憶の残る自分のね、実家に戻るとかね、もちろん中心にはソータがいるんだけど、好きな人のためなら立ち戻る人間ってあるところは、言ってあるんだけれども、でも、実際スズメは過去の自分と向き合うっていうのを本作を通じてやるわけなんですけれども、それを暗示するようにですね、ソータの元に戻るとか、嫌な記憶の残る自分の実家に戻るっていうことをするシーンがすごく多くてですね、ここら辺演出としてすごくいいなというふうに思いました。はい。二つ目なんですけど、張り巡らされた伏線っていうのをちょっと僕は挙げたいと思います。映画冒頭のね、玉木からの私今日帰り遅くなるからとか、デート?いいよいいよっていう風に言うワンシーンがあるんですけど、ここもすごく、ヒントしていいなと思いましたね。要は、本当の親ではないっていう心情ゆえの遠慮があるんですよね、二人には。スズメは、こう、玉木に罪悪感を感じているわけじゃないですか。お母さんが亡くなって、で、うちの子になるっていう風に玉木が言ってくれて、で、二人で、12年間ね、過ごしたわけだと思うんですけど、でも玉木は実際に婚期を逃しちゃったりして、こう、子持ちだとね、なかなかうまくいかないわけじゃないですか。で、だからこそ、スズメもね、幼い自分が、玉木の人生を邪魔しちゃったんじゃないかっていう、そんな疑問がね、二人の間に溝を作ってしまっていたわけじゃないですか。だからこそ、デートいいよいいよ、私のことなんて気にしないで行ってきな、みたいなことのシーンにつながるわけですよね。こういうふうに張り巡らされた伏線が、幾重にも重なっている本作、すごくいいなっていうふうに思います。脚本がすごくよくできてるなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、ちょっと、まず本作のレビューってのをしていきました。で、メインの、舞台挨拶の話をちょっと今回していきます。舞台挨拶が、ありましたと。で、映画の終わりには、本日終映日ということでですね、新海誠さんと松村北斗さんと原菜乃華さんが、ご登壇されましたと。で、その話をちょっとしていきたいと思います。新海誠さんと松村北斗さんと原菜乃華さんの、会話でちょっと気になったところがね、2つほどあります。1つ目なんですけど、公開収録がありました。常世から出たスズメとソータが現世で待つ玉木芹沢と初対面した話っていうのが、新海誠さんがね、脚本を、書いてきて、で、それを朗読するっていう形で行われましたと。
はい。で、まあ、映画でね、完全に描かれていないですね、新海誠さんが、こういう即興で書いた台本の公開アフレコがあったわけなんですけども、スズメが最後に扉を閉めて、こちら側の、現世の世界で、ソータ、玉木、芹沢と再会するシーンが、再現されたんですけどもね、ここは、まあ、地味にですね、初めて芹沢とソータの会話シーン、初めて見た、ましたね。まあ、松村北斗さんが、その、公式の二次創作ですねっていうふうにおっしゃっていましたが、本当にまさにそうで、もう完全に二次創作で、3人でやってました。ただ、芹沢の声って、神木隆之介さんじゃないですか。でも、神木隆之介さんいらっしゃらないから、じゃあ誰が声優するのかなと思ったらね、新海誠監督自身がね、自分で収録をしてですね、声優をやって、いるんですよね。新海誠さんってビデオコンテっていうのあるじゃないですか。だから自分の声優やるのは、まあ、多分慣れてると思うし、めちゃくちゃ上手かったんですよね。めちゃくちゃ上手くて、ちょっと僕びっくりしたんですけど、まあ、そこは置いといて、でも人の3人でね、そういう公開収録がありましたと。で、まあ物語としては、芹沢がね、本当はそうだから金を借りてて、しかも金額は2万円じゃなくて4万円っていう話とか、が話がメインだったですね。で、もう、スズメの嘘でしょとか、大学生ならではの、芹沢とソータの二人の会話を見れたりして、でスズメファンとしては、すごく、まあ、感無量な、そんなアフレコになってました。はい。で、ところで、もう一個、見どころがありました。で、どんな見どころかっていうと、声優になりたいんですよっていう中学生の視聴者からの質問に対して、新海誠さんのアドバイスっていうのが、僕的にはすごく印象的に残ったので、これもちょっと話させてください。確かね、ちょっと僕もうろ覚えなんで、正確には覚えてないんですけど、まとめると、声優の仕事をしたいという中学生が、こう、新海誠さんにね、何か送ったわけですよね。レターみたいなものを送ったわけですよね。ほんで、その中学校の声優志望の子は、確か、まあ、声優の仕事の面白みって何ですかっていうふうに質問したんだと思うんですよね。で、そこに、まあ、準ずる形で、東方の広報プロデューサーかディレクターの方が、この声優志望の方に何か一つアドバイスするとしたら何てアドバイスしますかっていうふうに、新海さんに質問を投げかけたわけですよね。それで、新海さんが、その声優になりたいっていう、その中学生に対してアドバイスをするっていうシーンでした。で、確かね、内容がまとめるとですね、こんな内容だったかっていう話をちょっとしたいと思います。声優の仕事って、これはね、スズメの声だとかいう人の中だから、実際に会って確かめて見てこの人っていうふうに決めると。同じくして、これはソータの声だっていう人の中から、実際に何人か会って、実際に会って確かめて決めると。で、そういう感じで、運とか巡り合わせとかが多分に多くを占める仕事でもあるのが声優っていう仕事だと。だから、簡単に頑張ってたら結果が出るっていうことは、そういうことは絶対言えないんだけれども、でも大事なのは、いや、なりたい、そういう仕事をしたい、声優になりたいんだっていう思いを、意志を、ずっと持ち続けることと。で、そういう中で、声優っていう仕事を、まあ、やめちゃってね、諦めてしまうかもしれないけれども、でも実際に思い続けたら、そうやって運とかね、巡り合わせっていうのがあるかもしれないと。だから、意志を持ち続けることが重要なんだっていう話をね、新海さんがしてたんですよね。すごくこれが、まあ、僕の中で印象的でしたね。やっぱり新海さんとしても、新海さんってやっぱ監督だから選ぶ立場じゃないですか。だから、絶対的に、いや、こうすれば選ぶよみたいなことって多分ないと思うんですよね。でも、実際意思があって、そうやってオーディションに受けて、で、オーディションの中から選ぶわけじゃないですか。だから絶対に、頑張ってたら結果出るって話ではないんだけれども、でもオーディションに行かないと絶対その運とか巡り合わせって発生しないわけだから、すごくね、これは、まあ、声優志望の人だけじゃなくて、見ていた僕らからも、すごく勇気をもらったことだなと思いました。例えば僕らだって、企画を出さなかったら、そもそも土俵にすら上がれないわけじゃないですか。で、その企画がどんなに良くなくても、企画を上げてコンペに出さなかったら意味がないわけじゃないですか。そうやって、やっぱり何かね、土俵に立つ。で、その土俵に立つっていうのは、やっぱり、なりたい、そういう仕事をしたいっていう思いだと思うんですよね。だから、ここのね、新海さんの、その中学生のアドバイスっていうのは、すごく僕は印象に残ったなというふうに思いました。はい。こんな感じでね、ちょっと、新海誠さんの、その中学生のアドバイスを含めて、舞台挨拶の話と、あとはスズメの戸締まりのレビューっていう話をしていきました。僕ですね、本作は、まあ、4回ほど見て、ます。で、まあ、僕自身は、別に考察とかもあんま深い人間じゃないし、こう、エンタメ好きな人間としてね、
こうやって喋ってる、ただ感想を述べてるだけなんですけど、まあ、本作ね、ここに述べてないだけでも、本当にめちゃくちゃ面白かったです。今度、まあ、ブルーレイ発売するので、それを機にね、もう一回またレビューはしたいと思います。ちゃんとレビュー、本作だけのレビューをちょっとしたいと思います。で、メッセージがね、はっきりしている、なんか手紙を見ているやっぱ感覚に近いんですよね、本作って。この作品の、意味っていうのは、やっぱり後世に語り継がれるところにあると思うし、やっぱエンタメだけれども、その後世の人が見るべき、で、見て学ぶべき、ある種の教材としてもいいもんだなっていうふうに僕は思います。やっぱ対策かつ意味ある作品っていうのを作った監督、並びにですね、制作陣の方々にはやっぱりリスペクトを送りたいなというふうに、思います。こんなふうにですね、僕も、まあ、いつかね、誰かの行動を変えたり未来を明るく照らすような、そんなエンタメをね作れるように僕自身もちょっと前進していきたいなというふうに思います。はい、新海誠さんはですね、監督は舞台挨拶の最後にですね、次の自分の作品に、これから、ちゃんと迎えればなと思いますとおっしゃっていたので、意気込みを話していらっしゃったので、次の作品もね、楽しみで、2020何年かな、2025年か6年かわかんないですけど、まあ次のね、新海誠作品も楽しみに見ていきたいなというふうに思います。はい、こんな感じでね、今日はそのすずめの戸締まりの、レビュー、そして、すずめの戸締まりの終映を記念した、中継されている、舞台挨拶を、レビューしていきました。こんな感じでエンターテイメントとかエンターテイメント業界に関する就活の話を定期的に発信していくので、よかったらチャンネル登録と高評価ないとよろしくお願いします。あとコメントもね、どしどしお待ちしております。ではまた。